最初の、演者として、RO3 から透析液に至るまでの省力化された、クリーン化システムの実現ということで、北九州、ネフロクリニックの院長である、キム先生にお願いいたします。それでは早速スライドをお願いいたします。本日の組み立てといたしましては、まず臨床システムの構成が一体それぞれどういう意味があるのかということをまず簡単にリビューしまして、ではどういうものを揃えていけば、合理的なシステムが作れるかということを考えてみたいと思います。はい、次お願いします。まず、透析液浄化の浄化というのはサイエンスである、科学であるということをしっかりと意識していただきたいと思います。単なる経験で試行錯誤でやるだけではなくて、すでに体系されたノウハウというのがいくつかありますから、これを学ばずして熱処理をやるというのは非常に愚かで遠回りになってしまうと思います。ですから、これは科学的現象であるということをまず十分に把握していただきたいと思います。例えば微生物の増殖挙動というのは栄養とか温度とか消毒などの影響を受けます。それから化学物質であるエンドトキシンの挙動、ろ過される、ろ過吸着で除去されたり失活するとか、あるいは、水処理装置の性能、流体力学、汚染物質の生態の影響、これらはすでにそれぞれを取り出せば科学的現象なんです。ですから透析液浄化も科学的にアプローチしなければなりません。でもちろん、経験が無意味なのではなくて、統計学的に優位な経験則も当然水処理にはどんどん応用していくということが必要になってきます。そういうことで今日はかなりな原則がたくさん盛り込まれています。はい、次お願いします。でこれが実は1982年まで、それから94年、96年、98年というふうに年度を区切りまして、どういった水処理システムの構成の部分が汚染されているかというのを見ました。で定義は5ユーバーリッター以上の汚染を起こしたものは汚染ありというふうに見まして、逆浸透モジュール、逆浸透タンク、配管、原液タンク、透析液調整装置、セントラル及びその周囲、それから透析液、供給配管系、それからエンドトキシンカットフィルター、そしてカプラ、こういったものの汚染がどれぐらいあったかというのを見ますと、1982年、以前では多施設で調べているんですけど、もう 100% 汚染があったと。5ユーパーリッター未満の汚染はどこの部分も起こしていたと。でここはまだフィルター使ってませんでしたから、GT フィルターのデータはありません。それがだんだん減ってきてはいるんですけれども、これが今日の、98年以降の動向でありますが、このようにかなり克服されて、もうなくなったようなものもあるんですけれども、逆浸透膜モジュールのリークはまだ存在する、タンクの汚染もまだある、それから配管の汚染もある、それからセントラル周囲の汚染もある、それから配管系の汚染もあります。それからカプラーの汚染というのは今日の一般エンタにもたくさん出ているように、非常に問題になっているので、このようなものがなお存在するということであります。次お願いします。で、歴史的に見ますと、その非常に汚染レベルが高い数百 EU パーリッターのレベルから、数十、数 EU という時代にだんだん進歩してきたんですが、致命的な欠陥が数百 EU レベルの場合がありました。例えばモジュールが悪すぎたとか、タンクの RO タンクの汚染をそのままにしていたとか、あるいは原液タンクを A 原液を突き出して使用していたり、 B 原液タンクを全然洗わなかったりとか、そういうような致命的な欠陥があったと思います。はい、次お願いします。それが数十 EU パーリッターレベルの汚染に減りまして、これも結局構成成分としては同じなんですね。それが高度であるか中度であるかということで、はい、次お願いします。で、今日では数 EU パーリッターレベルの汚染というのが問題で、これを何とかしようという時代になってきているんじゃないかと思います。例えば九州 HDF 検討会では水質基準の目標値を10ユーパーリッターというものを定めたんですが、1994年に既に定めたんです。でその頃は気がじみた厳しい基準だと言われていましたが、今日では多くの施設でいとも簡単にクリアしてしまう、これはまさにこういった原則をしっかりと押さえているからだと思います。はい、次お願いします。でメンテナンスフリー透析液浄化システムの書いてますが、つまりハードがきっちりと構成されていれば、メンテナンスフリーというのはちょっとサボるという意味ではなくて、そういう余計なメンテナンスがいらなくなると、そういう完成されたシステムということを意味しているんですが、こういったものが私たちが目指している、方向性であります。でまず地上線をシャットアウトする高性能逆浸透、つまり、非常に汚い水道水あるいは活性炭処理水を、それから水を作っていくわけですから、細菌エンドトキシンたくさん含んでいますね。それをきっちりとシャットアウトする、一次汚染を抑える、それから、回路内の無菌維持、菌がそもそも入ってこなければ汚染が増長することはありません。ですからそういったシステムをきっちりと構成する油煙フィルター、初期抜水、再循環などのシステムを組み込みます。そして原液タンクの開閉回路を進むなどの開放操作に伴う菌汚染を予防する、あるいは菌が固着するデッドスペースを排除する、配管は単調化する、それからタンクスペースというのは使わないときは必ず排液をする、
あるいは汚れの付着しにくい配管材質を選択する。それから、回路の貯留型の消毒、シングルパスではなくて貯留型の消毒を行う。それから UF フィルターの有効利用と自動フラッシング、つまりフィルターを積極的に活用すると同時にフィルターが、ちゃんと機能するように管理しなければいけない。まあ、こういったことを全てやっていけば日常的にはほとんど新たな汚染というのが生じなくなっていく、実用化します。で、これから何枚かのスライドで水処理システムの構成成分の意味を考えてみたいと思います。まず水処理の初期段階や活性炭後に、大体この2箇所にマイクロフィルターというのが使われていまして、まあ、これはカットオフはよく25ミクロンとか5ミクロンとか言われるものが使われているんですけど、これは一体水処理にどういう意味があるか。5ないし、25なんですけど、これはコロイドや懸濁粒子の阻止には有効です。ですから、まあ、しばしばこういうふうに変色するわけですね。どこのシステムもこういうふうに変色していると思います。ですからかなりのものが取れているような気になるんですが、実は細菌やエンドトキシンは素通りしてしまうということです。はい、次お願いします。で、次に、ハイドロトリーターというような電磁波処理装置というのが最近は使われまして、これもやはり水処理の前段階につけていくんですけれども、これは今日まだ臨床応用が始まったばかりでどれぐらいの効果があるかは分かりません。そこで、まあ、導入した施設等にはいろんなことを見ていっていただきたいんですけれども、プロスペクティブに見ていただきたいんですけれども、逆浸透の膜面のスケール形成の抑制で、これは膜寿命の延長、まあ、これがまさに省力化に合理化につながっていくかもしれません。それから、今日まで有効な対策がないシリカ、まあ、地方によってはシリカの沈着というのが非常に問題になってきていますが、まあ、これに有効であろうかどうか、それから、活性炭汚染を抑制するだろうか、それから細菌汚染を抑制するだろうか、これは実は一部、学会等でもデータ報告があって、まだ記事はわからないんですが、まあ、そういうことが報告されています。それから逆浸透より下流への配管の汚れの付着が防止できるかどうか、まあ、こういったことを調べていくと非常に興味深いと思います。で、まあ、さらに例えば軟水処理装置というのがありますけれども、あれを省こうというような動きも今日合理化の流れの中で生まれてきているんですね。で、そういった場合にこのハイドロトリーターというのを使っていた場合にそういったことが、まあ、容易になるかどうか、これもまあ一つの研究テーマだと思います。まあ、これは今日これからの課題ですね。まだ証明されたものは少ないです。はい、次お願いします。で、次、軟水化装置は、微生物汚染にはどうかというと、結論から言いますと細菌の温床には通常ならない、ただエンドトキシンも除去しないということで、まあ、あまり積極的な意義はないですね。で、まあ、汚染しないのはなぜかというと、まあ、化学元素で頻繁に再生しているからだろうということ、それから不可水に塩素が含まれているからだろうと思われます。で、これの意味は、まあ、カルシウムとかマグネシウムの内容性のイオンを、まあ、ナトリウムと交換しているということですね。で、まあ、これが先ほど申しましたように一部の施設がこれをなくしていこうというような動きも出ているわけです。もちろんその原水の高度によるわけですけれども、まあ、一つのアプローチとしては内科中すると思います。説明をお願いします。で、次に、活性炭吸着装置、これが実は微生物汚染という観点からすごく問題でありまして、まあ、水道水が活性炭を通っていく間に塩素を吸着されていくわけです。そうすると塩素がなくなると殺菌効果、生菌効果がなくなりますので、この活性炭等の下のあたりで、細菌が増殖をし始めるんですね。で、そうすると当然この、細菌というのはグラム陰性菌が多いわけですから、エンドトキシンを含めて細菌、それからエンドトキシンが非常に上昇を起こして、そういったものが、まあ、反応装置に送られるということで、非常に劣悪な微生物学に見ると最悪の水を使って水処理を始めているというのが実情で、まあ、これも何とかしなきゃいけないというふうに思います。ただこれをなくしてしまうと、まあ、塩素が、まあ、逆浸透膜をリークして生態に悪影響を及ぼすのではないかということで、なかなかこの、活性炭を除こうというのは勇気がいることで、現在のところまでまだそれは実用化されていません。はい、次お願いします。で、次に脱イオン装置、まあ、両イオン交換樹脂ですけど、これが取り付けられている施設もあります。で、これは通常逆浸透装置の下流に装着しまして、まあ、ナトリウムとか、塩素とかそういったものを、陰イオン、陽イオン、それぞれOH-H+ と交換します。で、これと交換されますと当然これが水になりますから、イオンが交換されて水になるということで、まあ、導電性物質を下げるにはいいんですね。それから、まあ、学会発表とか見ますと若干のエンドトキシン除去作用もあるようです。それからこの樹脂は、細菌汚染を起こさない。どうしてかというと再生で、火星ソーダとか塩酸という強烈な、まあ、酸液で洗いますから、まあ、比較的、まあ、無菌に保たれているということがあるようです。はい、次お願いします。で、これが、まあ、新 RO システムで、まあ、私たちあるいは何施設かで応用されているもので、特徴は連続再循環方式であるということと、
連続再循環というのは逆浸透水が戻ってぐるぐる回るということ、それから逆浸透が回るばっかりだとどん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 水がロスしていきますから濃縮水も戻します。でこの濃縮水を戻すときに、この限界ろ過処理をして、きれいにして戻すわけですけれども、こういうぐる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 回ることによってこの配管の中の停滞がなくなります。配管の中の停滞がなくなると、こういったところで汚染が起こりにくい。それから、一定の条件で逆浸透運転が行われますので逆浸透の性能もいいと、いうようなことでいいことをつくという感じですね。で実際、このシステムでエンドトキシンの濃度は下がりますし、しかも、水の回収率は良くなると、つまり通常 60% 程度やっている施設であれば 70% 程度に高めることができる。で、膜の劣化も起こらないということで、合理的なシステムです。ただし、イニシャルコストは少し高く、ただランニングコストを考えてみればトータルで何年か使うとこちらの方が安いと、こういうようなシステムが今も、少しずつ普及しつつあります。はい、次お願いします。でこのシステムの特徴を挙げますと、始業時から終業まで連続再循環というのは一度も止まりませんので、まずは圧遮蔽によるウォーリングからのリークが少ないということ、それからウォーリングが動きませんので摩耗が少ない、それから停滞による汚染が配管の中で生じません。それから ROC タンクの水が連続的にろ過また逆浸透されるためにタンクが汚染源となりません。むしろタンクの中の汚染がもしあれば積極的に取り除かれていきます。それから濃縮水を部分的に管理するため ROC の回収率が向上します。例えば60から 70% に上がるということですね。それから夜間の停滞水は、そうは言っても、夜間は止めてしまうわけですね。夜間を動かせばそれはいいんです。その方がいいんですけど、なかなかそこまでできる施設はありませんので、やはり夜間を止めてしまう。そうすると翌日の始業時に配管の中に溜まっている水は全て初期抜水で排水してウォッシュアウトしてしまうというようなことをやる。そうすることによってこの RO というのは安定的に、1ユーパーリッター未満あるいはその程度の水を供給することができます。はい、次お願いします。本来 RO というのはほとんどエンドトキシンを通すわけがないものですから、当然そのような水は長期的に作れて当然なんですね。で、これは逆浸透膜モジュールのリークと汚染の鑑別方法を示しているんですけれども、こちら側にイオンの透過率、それからこちら側にエンドトキシンのリーク率って書いてありますけれども、要するにエンドトキシンは本来膜を通るものではないと、逆浸透膜のような緻密な膜は通るわけありませんから、これが漏れてくるというのはどこかに穴が、例えばオーリングの閉鎖線とかシール部分の閉鎖線、そういったところから漏れてくるわけですから、漏れてくる水には当然イオンも含まれていますから、必ず本来ならばイオン透過率の方がエンドトキシンの透過率より高いはずです。で通常この辺に来ます。若干のリークがありまして、エンドトキシンも漏れてきますけれども、必ずイオン透過率の方が高いと。でそれがエンドトキシンのリーク率の方が高くなるということは、これは理論的にはありえないことで、膜の汚染というものを考えていくわけです。はい、次お願いします。で、これが R 連続再循環のメリットこう書いてあるんですけど、非停滞の効果とか、要するに菌が増殖しない、増殖して汚染レベルの増殖を来さない、それから逆浸透水量が増大することによって膜モジュールという非常に停滞しやすい、非常に洗いにくい構造のスパイラル膜の構造の中がウォッシュアウトされる、それから再循環によって積極的にタンク内の菌やエンドトキシンが除去される、それから低圧運転によってオーリングの、耐久性が良くなるというようなことがあります。はい、次お願いします。でこれ逆浸透水タンクの汚染対策なんですけれども、タンクっていうのはやはり基本的に汚染しやすいわけで、もし万が一ここから菌が1個でも入ってきてしまうと、紫外線殺菌灯はつけていてもやはり汚染の可能性が増えるんですね。ですから、タンクの場合必ずこの菌を侵入させないということですね。ですから停滞した水は必ず初期抜水で捨てなければいけません。で、それでもちょっとは入ってしまうかもしれませんので、積極的に再循環をしてその過程でフィルターをつけると、そういうことによってこの汚染を取り除いていきます。もちろん紫外線殺菌灯はつけなければいけませんし、汚染スペースであるタンクの容量は小型の方がいいということになります。それから、今回先ほどお示ししましたシステムでは就業時にこのタンクを排水してしまいます。であとエアフィルター、ここも劣化してしまいますと菌が入ってくるルートになりますので、そういったことを抑えていきます。はい、次お願いします。でこの排水するシステムではかなり過激なことをやってまして、空になったら、これは、空になって朝始まる前に、殺菌灯が先につきまして、水が入ってない状態で、わずか何分かだけつけるんですね。そうするとこれは強烈な殺菌効果がありまして、菌が 100% 死滅します。でちょっと遅れて注水が始まって、使っているわけですね。で排水終了時に排水しちゃうと、また空になった中でちょっと炊くんですね、体だけです。そうするともう完璧にきれいに
滅菌されてしまいます。はい、次お願いします。